皆さんこんにちは。矢崎ふうかです。あけです。三浦舞子です。はい、ということで本日はクリスチャン2人そしてノンクリスチャンのお友達でパジャマパーティーをしております。パジャマです。はい、今日はせっかくなのでクリスチャンとノンクリスチャントークをやってみたいと思います。今日のタイトルは悪魔はいるのかというタイトルで、昨日の夜ちょうどね、あのあげちゃんが、うん、聖書は読んだことあるけどまだ信じてないけどっていう立場で、うん、こう悪霊とか悪魔っているのみたいな話をしてて、うん、確かにこういうのって日本人はあんまり考えない、うん、悪魔についているのかいないのかとか、うん、一体霊って何なんだろうとかですね、うん、そういうところをちょっと話してみたいと思います。聖書的にはどうですか？いますね、うん、いますけどそんな怖い存在ではないっていうのは思って、うん、悪魔について聖書に書いてあるところって結構あるんですけど、うん、例えばイザヤの14章の12から15節とかは天使、元天使がこう堕落した様子みたいなのが、なんでだ天使になっちゃったの？天使は、うん、なんでかって言ったら天使はもともと神様と人にこう使えるもの、御使いとして、作られた存在だったのに、ある天使が自分は神のようになりたいって思っちゃった。で天使にも自由意志があるから、まあ、そこはそう思ったんだけど、それを見た神様がまあ、さばいたというかこう落としたっていう記事があります。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に山で座につこう、密雲の頂に登り、糸たき方のようになろう、だがお前は黄泉に落とされ穴の底に落とされる、うん、っていうまま、そういうのもだって元天使が悪魔になったんだって、うん、あ、落とされちゃったんだね。落とされたんだね。なんか自分でなろうと思ってなったのかと思ってた、勝手に、うん、でもそうさせられたってこと、神様に落とされた、うん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 、なんか日本人ってあんまり悪魔信じてないじゃん、うん、海外だとアンケートの数がまた変わってくるけど、うん、何をしてるんですかね、悪魔とか悪霊とか。なんか聖書だとこの人間も霊的な存在だし、うん、神も霊だし、うん、悪魔も霊だから目に見えないから、うん、実際に目に見て何してるっていうの見えないけど、うん、見えない世界がここにこの世界にあるっていうか、うん、もう見えない世界もこう動いてて、うん、働いてるよっていうのがあるけど、うん、悪魔の仕事的にはみんなを滅ぼすのが目的だよね。神様が人の霊は結局もともとは天国に一緒に住みたいからこう作ったけど、その罪を入れることでこの人の霊が今死んだ状態みたいな感じになってて、でそれを神様は救おうとしてるし、悪魔はそのまま引きずり下ろして地獄に導きたいと思ってるから、そういう働きかな。でもこのなんか霊的な死んだ後の世界の滅びもあるけど、うん、この生きてる世界でのなんていうの、不幸とかも悪魔が喜ぶものだよね。人間が悲しい思いしたりとか、辛い状況になることを望んでる、ね、それを喜ぶっていう感じ。いやらしいね。なんか結局人間がさ神様に愛されて作られたじゃん、うん、で神様って結構この人間に対してはさすごい救いを用意したりとかさ、うん、命を用意したりとかさ、うん、恵みとかいろんなもの用意してくれてるけど、結局悪魔はもう落とされたからさ、うん、この愛されてる人間自体のことも憎いんだと思うんだよね、うん、我々の方に引きずり下ろしたいみたいな。神が嫌いだからさ、
神の愛するものを奪い取りたいっていうのもあると思うけどね、うん、はいはいはい、神嫌いなんだね。嫌いなんじゃない。でもだって神になりたいんでしょ。なりたいから神はいなくなってほしいって思ってるんだ。そう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 、だと思う。自分がなんか支配したいって感じだよね、うんうんうん、そうなの。自分が神になりたいからね。そうでもその聖書の神様ってさ、本当の愛の中でそれをさやろうとしてる。ああ、支配、ね、支配の中で神が一番だって言って人間を作るとかじゃなくて、あくまでもその愛があるところをベースで、うん、支配っていうのがさ、人間的なイメージだとさ、うん、コントロールされるとか、うんうん、奴隷になるみたいな支配のイメージだけど、うんうん、それ多分悪魔的な支配っていうイメージで、そうそうそう、神様の支配っていうのは、自由だから、そう、自由だし、うん、そうそう、愛の中で守られるみたいなのの支配を意味するから、なんか聖書で支配とか出てくるとなんかちょっと窮屈なイメージあるけど、うん、本当の支配の意味はそういうんじゃないよっていう、うん、神様が作るいわゆる天国と言われるようなところは、うん、もう愛があり、平等があり、正義があり、公正があり、そういうそれ全てがパーフェクトなものを神様は準備してるから、うん、でもそれは神様しかできないから、全部完璧にできる神様しかできないから、でもそれを憧れてサタンはね、神になりたいと思うけど、それは自己中心的な治めたいっていう心ですよね。で、なんかこの聖書で神様の霊のことを聖霊とか御霊とか言うんだけど、でその御霊の働き、御霊の願うところと肉って表されるけど、まあ、肉はこの人間の欲とか、この罪の状態、でその罪っていうのは悪魔から入ったものだから、その性質とこう書かれてるところがあるんですけど、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だけど、その反対にこう肉体の欲望っていうのは、すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。じゃあだからこの神様と悪魔というか、この清い神の性質と堕落した悪魔の性質は相反する、混ざらない、そうそうそう、敵対してるっていうのが、悪魔ってどんな感じなのっていうところはそんな感じかな。実際でもこの悪魔が働いてるっていう感じはわからないよね。悪魔巧妙だよね。そうなんだよねそういう話してたよね。悪魔めっちゃ巧妙で、そうそう、なんか悪魔って来ない、すごくこういいところに、こういいもの、いいものはいいものなんだよ。それにちょっとだけこう変えて、気づいたらあー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 みたいな、そういうやり方だよね。多分悪魔が一番やりたいことは、この、自分が神だよ、これが正しいんだよ、これについてくれば大丈夫だよっていうのを教えて、最終的にはいいように導いてるように見せるけど、でもついてきたらうししみたいな感じで、神じゃないもの、自分が神ですよってこうやるのが多分悪魔が一番やりたいことだよね。そうだね。悪魔にそうやってついていった人は最終的に不幸になる、悪魔が神になってだとしたら、悪魔はついてきた人のことを幸せにしてくれるの？生きてる間ってことでしょ？そう生きてる間はいいことがあるかもしれないね、なんか多分悪魔もバカじゃないから、生きてる間に不幸にしちゃうとやっぱ離れてっちゃうね、自分から。けどなんかアメとムチじゃないけど誘拐したい時にさ、子供にさ、なんか自分悪い人だからついてきてっては絶対言わないし、このおもちゃあげるからおいでよとか、このお菓子あげるからおいでよみたいな、俺についてくればこんなに幸せになれるよって言って多分騙してついてこさせるから、誘惑みたいなね。そう例えばさっきのみだらな行いは神から反してるよってあるけど、実際にこの
性の誘惑とかって、うんうん、その場ではすごくいいものじゃん、うん、そうだね、そう、なんかそうだねこうラブラブできたりとか、うんうんうん、幸せと思ったりとか、うん、罪って何かしら楽しさがあるんだよ、うんうんうん、魅力的だよね、そうそう、うん、で例えばその党派心とかもさ、うんうん、なんか自分が正しいんだっていうのをこうやっててさ、うん、自分を正義にして人をこう裁いてったら楽しいじゃん、うんうん、自分が偉いんだみたいな、うんうん、でなんかお前は間違ってるって裁いて、うん、悪い人を退治するのも楽しいじゃん、うんうん、けどそれってその場ではすごい楽しいけど、うん、最終的な実を結ぶものとしてはやっぱり神に反してることをしてるから、うん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 、それのツケが回ってきたりとか、うん、この罪があるからこそその罪の刈り取りしなきゃいけないとか、うん、で帰ってくるから多分ゆくゆくの最後は不幸になるんだと思う、最後は神が分けますからね神様ってだからこう裁き主、裁くって言われるとドキ怖って思うけど、うん、その神様は聖なるもの、清いものだから、うん、その天国に悪が入るっていうのはそんなことない、できない、うん、ないっていうかできない、清いものは清い、良くないものは良くないって言ってこの区別するっていう作業をするのが、うん、まあ神様だよね最終的に、うん、そう考えると神が怖いよねそうだね、悪魔が怖いっていう、そうそうそう、だから悪魔より神のが怖い、はっきり、だからなんか悪魔もその地に落とされたっていうのは神にもうお前はダメだって言って裁かれちゃったっていうか、そうだね、そうだね、もうそっからやっぱりごめんなさいってできないっていうか、だからなんかこの聖書でよく救いとか救われるとかいうのはこの神からの裁きを受けないっていう救いでもあるんだよね、そうだね、そこだよね、そうかな、イエス・キリストが十字架にかかってくれたのは私たちがこう裁かれないためっていうところだから、神様の方が怖かった、神様の方が怖いっすよ、 神は怖いっすよ、そうか、でも神は愛っていう性質もあるから、だから、うん、その怖いんだけど裁くから怖って思うけど、うん、完璧な愛の状態を作ることができるから、うんうん、相当いいパラダイスだろうなっていうパラダイスね。あれだよね、日本であまりにも、うん、キリスト教が知られてないわけじゃないけど、うんうんうん、信じる人が少ないっていうか聖書を読もうって思う人が少ないっていう話をしてたよね。そうだよね、この日本って、うんうん、悪魔にやられちゃってんじゃないかみたいな話はしてたよね。これなんか日本人すごい素直だから、こういいものは全部取り入れたいみたいな。このクリスマスもするし、ハロウィンもするし、ハロウィンキリスト教の行事じゃないんで、もするし、お盆もするし、何でもこういいとこ取りをねするけど、そういう素直さがあるゆえに、この悪魔からしたら格好の餌食だよね。そうだね。格好の餌食だね。そう。何でも素直に信じるんかね、日本人って、うん、疑うところもあるけど、うん、もちろん信じやすいと思う、うん、いろんな純粋だよね、純粋、うんうん、そうそう、信じる、だからこうそのね、優しさも日本人ってあるじゃん、うん、だからそのこの人が信じてるものを尊重しようっていう、うん、そういうね、うん、いい心をなんか利用されてるみたいな、ね、うん、あ、そうだね、聖書とかキリスト教って結構排他的っていうか、はっきり言うから、その唯一神でこの神以外は神じゃないっていう考えだから、うん、それってなんかちょっとわがままじゃないっていうか、うん、自己中じゃないっていうか、うん、こうなっちゃってるよねって思われがちだけど、うん、こう何でもありだよっていうのが優しさなのかって言ったら、うん、子どもの教育とかでもね、全部じゃあお菓子しか食べ、もうお菓子ばっか食べていいよとかなんないじゃん、うん、ご飯はご飯の時間になったらご飯ってこう嫌がってもやっぱそういうのは大事なんかなとか思いますけどね、子供のためにならないものはこうちょっとずつ取り除いていくもんね、でいいものはいい、悪いものは悪いみたいな、まあ、はっきりしてますね。なんかでも聖書でさ、悪霊に取り憑かれてる人の話とかもあるよね、うん、だから日本でもお祓いとかあるじゃん、ある、実際にでも悪霊がそうやって人に取り付いて働くみたいなのも多分あるよね、あるね、
そういう意味ではそういうところはちょっとあ悪霊いるんだなみたいな分かりやすい部分かもしれない、うんうんうん、怖いなって思うよね。そういうあと心霊スポットとかね。あ、はいはい、なんか心霊スポットとかって日本人だとこの霊とか、うん、この怨念を残してる霊が残っててっていう考えだけど、これ明言していいかは分からないけど、うん、多分聖書的な解釈をすると、うん、悪霊の働き、うん、っていう部分だと思うかな。悪霊っていうことは天国に行けなかったっていうこと？悪霊がたくさんいるの。いっぱいいるの。サタンがいて、うん、その、まあ、部下というか手下みたいな感じで、うん、悪霊がいて、うん、なんかさっき落とされたのが天使の軍勢の中の3分の1が落とされたんだよね、うんうん、その3分の1は全部悪霊になったから、うん、その親玉がサタンで、そうそうそう、で子分みたいな。あ、じゃあいっぱいいるんだ。そう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 、そう、まあ、でも3分の2は天使ですから天使の方が多い。数的に倍いる倍いる倍いる。でも霊的な世界ではこう天の神様側と悪魔側が戦ってるっていう表現があるからね、うんうん、戦ってるんだ。バッチバチやで。でもさ、神様だったらさ、落とすだけじゃなくてさ、な、うん、くすってことはさできないのかな、消滅させるみたいな、はい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 、だから結局神様の方が怖いんだから、うん、もうお前落ちろとかだけじゃなくて、お前なんかなくなれよとかって言ったら、うんうん、そういうものもいない平和な世界になるんじゃないのかなっていうのも思うから。そうだよね。それが黙示録に続きます。すごい、すごい、言っちゃうの、ふうかちゃん。次回は黙示録について、世界の終わりにはすごい、世界の終わりには何が起こるのか、世界の終わりってあるのっていうところを、あの、取ろうと思ってるんですけど、この神が始めた世界と悪魔の終わり、うん、この世界の終わりまで実は聖書に書いてある。おー、どう立ちました。今あるので、そうだよね、じゃあなんで神様は悪魔を野放しにしてるんだっていうところで、はい、次回見ていければと思います。わーい、すごい楽しみ。はい、ということで聖書的には悪魔はいるよというのが結論でございましたが、うん、みんなの周りにもいるかもしれません。はい、ということでまた次回お会いしましょう。